さあやっていこう、やっていきましょう。どうもアザラシです。また野球つくをやらせてくれ。カープで1年目から優勝できんかったけどももう一回やらせてほしい。面白そうな企画を考えたんです。持ち込み企画みたいな、 YouTube に対しての持ち込み企画的な何かなんだけど、面白そうなもの考えたんだ。ちょっとまあ聞いてくれや。あのね、オリジナル選手で清宮作るのどうかなと。清宮、なんで清宮なのって思うかもしれんけどな、今話題の大谷の方がいいんじゃないのかって、そんな声もまああってもいいかもしれんけど、清宮を作ってたな。清宮ってグーか、グー。清宮、幸か。清宮を作って日ハムに入れて、もう日ハムファンだからね、日ハムファンだから言わせてもらうけど、日ハムファンだからやっぱ好きな球団でやるのがいいんじゃないかなと思うんですけどね。日ハムに入れて、こうの字が出てこねえ、どこだ、こうだよな、こう、わた、こう、た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 、ロー、ロー、ああローはロー、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 一郎のローとは違うローだな。ロー、あ、こっちか、終わり。清宮幸太郎を作って、日ハムの4番に固定しようかなと。それでワンシーズン回してみたらどんな成績残すのかちょっと興味ないか、この焼きつくの、まあ17、18、多分17年前で間違いないと思うけど、17年前の日ハムに入、もう東京時代の日ハムだな、日ハムに入れて、でワンシーズン回してみる、するとハムはどうなるのか、清宮ハムはどうなるのか、清宮はどんな成績を残すのかという、清宮ってこうホームラン打ったら上がるから、観客席からそれも見てみる。で清宮を作っていくにあたって、これだ、ててんね、ててん、画像検索、 Google で画像検索してね、こうまあいろいろ写真が出てきますわな。正直あまり顔は好みじゃない、顔は好みじゃない、俺好みの選手には多分、正直あんまり俺清宮好きじゃないんだ、正直なところ言えばそんなに清宮は好きじゃない。なんかでもハムに入ったらもうしょうがねえべ、しょうがねえ、やっぱおハムの宿命というかさ、入った選手を嫌いにはなれんよね、そういうとこある、入った選手はやっぱ応援する、自分のチームって言い方おかしいけど、ひいきに入ったらさ、やっぱその選手を応援したくなるじゃないのってね、ちょっと いい感じだね。この顔を参考にして清宮を作っていくから、でまあ、時間のこともあるからね、一応ね、この素材とこの素材とこの素材合わせたら清宮っぽくなるんじゃねっていうのをどっかにメモったんだけど、輪郭は110番ってメモってるな、自分の中で、自分でメモってますね。 Google 画像検索って言って、この顔になるように、この顔になるように作っていくから、110番がちょっと清宮っぽい輪郭だったとメモってやる。どうなの本当に、本当かこれ、110番か、110番か、111番じゃねえか、110番か、あ、110番っぽいか、あ、110番っぽいな、確かに、もうちょっとでもなんか、もうちょっとでもこんな感じでもあるぜ。めっちゃ95もキープ。てん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 。これもちょっとそれっぽくねえか。いやでもちょっと、もうちょっとあれか。顎の輪郭が丸いわな。ホームベース型の顔をしている。まあいいや、これ96。まあとりあえず96。いってみるか。で、目はね、210番がいいってメモってるな。この250、60ある目の中から清宮っぽい目を探すっつう、この途方もない砂粒の中から
これこれがいいっつってんな。これがこれ清宮っぽいでしょ。あんまりそんなにあのかっこよくするつもりないから。眉毛は21番良いと、これをやろうと企画した俺が言ってる。もうずいぶん前だ、ね、これかなり清宮っぽくないか。清宮っぽい。よし、鼻は21番が良いと言っている。鼻の形ってすごい実は大事だよな。21か？違うだろう。19だな。19か。こんな鼻尖ってはねえな。19は？まあ19ぐらいじゃねえか？自分でつけたメモに対してダメ出しをしていく。まあそういうね、おお、いいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうか。ちょっと待って、鼻には先にあの鼻の穴つけとこう。鼻の穴つけとこう。こうだろうね。いや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 、だいぶいいんじゃないでしょうか。だいぶいいんじゃないでしょうか。ちょっと呼び名じゃない。木の字が消えたぞ。清宮。で、あとなんだ？次は、耳でいいんか？耳？6番つってんだ。あ、6だね、これは。これは6だね。で、唇。唇61って言ってるな。全然かっこよくね。ほんまか？で、後ろ髪ないよな。後ろ髪なくない。前髪別に必要ないな。顎、もみあげってどうなってんの？清宮、もみあげ。これはね、知っときたいね。横顔なんてなかなかこの手の写真はないな。あ、まあこうか。これか。こんなのって、こうだけど。ないな。あえて言うならこれだけど、見えんしな。まあまあこれ、まあ、なくていいや。なくていい。一番目にする清宮の感じはこれか。こういう感じだからさ。顎ひげなし、口ひげなし、頬ひげなし、髪型なし。やっぱ輪郭が違うな。黙っちゃダメだよ、実況が。やっぱこれだよ。これ似てるよ、やっぱり。うん。これ似てるよ。オッケーオッケー。で、まあ何がなんかすごく違和感あるって思うのは多分唇だね。唇そんな、ピンクピンクしてないからね。唇の色がね、やっぱね、ちょっと抑えめにしよう。これ、4か7だね。4か7だね。どっちがいい？4、7かな。7。僅差で7。よいよいよい、だいぶ清宮らしくらしいでしょう、これは。これは清宮らしいでしょう。なんかあとある？特徴。額？これあったら、これだったらこの写真には近いよな。でもそれはないわ。まだまだ18、19のあの若者にそんな、これはつけられん。これはおじいさんとかの、焼きつくで言えばおじいさんとかのキャラがあるやつだ。顎とかも別に割れてるわけでもないしな。違うね。いらないね。顎、鼻の穴つけたけど、ほっぺだ。
いやいや、いらない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 、よし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 、アイテム、メガネいらない、メガネな、グローブなんだろう、グローブ、手袋とかあるかな、黒の手袋って感じか、手袋黒だな、手袋黒欲しい、黒、黒の手袋、ピアスなし、ミット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 、清宮の守備の黒いのつけてんな、でもこれ学生の頃だから何とも言えないな、これ見たらこれ清宮か、本当に分からんけど分からんけど、まあ いやとりあえずグラブにしよう、これ好きなんでしょう、そういう感じで、バット、金属バット、まあ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 、こんな感じでしょう、オッケー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 、できました、清宮できたできたできたってことでいいね、見えないから、ちょっと見えないから、見えないから外すよ、セーブする、清宮作ったぜ、チコ技もいらんな、チコ技もいらんな、さあ今11分、とりあえずチーム作りまでいけたら行ってみましょう、テッテレンテッテッテッテレッテンテッテレッテンテレッテン、野球用語辞典の解説したっけ、これすごくよくできてんのよ、ジャンル別とかでさ、試合中の用語、例えば投手関連とか言ったらさ、シンカーとは、シンカーとは右投手が投げたものが捕手から見た場合に図のように左に曲がりながら投げる落ちる変化球のことをシンカーという、これと同じ要領で左投手が投げたものをスクリューと言いと捕手から見て右に曲がりながら落ちるというね、いろいろこう解説がついてたり、全部の解説がこう綺麗にあってね、この野球つくの用語辞典だけでもなんかのアプリ化してからスマホとかで見るようにしたらいいんじゃないかなっていうぐらいね、充実するんですね、さあやっていきましょう、いいです、それでも始めます、はい、始まりますよ、いよいよ清宮を4番に固定したらどうなるかシリーズ、なんだろう、名前もういいや、アザラシじゃない、まあ、やっぱアザラシはアザラシでいくか、アザラシでいいや、名前はアザラシでいかせてもらいますよ、アザラシ社長はアザラシ社長ですからね、社長っつうか球団のあのマネージャー、アザラシはアザラシでいいや、四国アザラシですけど、まあ四国いらんでしょう、まあ、アザラシでいい、上についてるのまちまちだから、四国アザラシだったりいろいろ使い分けてるから、いろんな場所でアザラシで良いんです、変えないファイターズだけでいい、まあまあ、まあ、四国アザラシですけどね、 YouTube とかあの検索するときにはもちろん四国アザラシで検索していただいてね、泥沼5連敗っつってね、最下位転落、お怒りですね、てててもしもし、わしだが今のうち球団状態、今のうちの球団状態を目に余る、そこで君に立て直しを頼みたい、それ以外にもう一つ大きな使命も託したい、それ今年から3年に一度10月末に行われている野球の世界選手権で日本代表を率いて金メダルに輝いてほしいということです、ただし君自ら日本代表を率いるためにはまずうちのチームで日本一になるために必要があるから注意してくれたまえ、だから当面の目標は日本一になることだ、破産したり試合が成立しなくなるまで選手が減ってはいけないのは言うまでもない、とりあえず君の右腕となる秘書の候補とチーム再建のためにの費用8億円、それとは別に運営資金8億円を用意しておいた、最後にリセットには注意してくれたまえよ、警告を無視してリセットし続けた場合そのデータをチェックさせてもらう、ネットワークでの対戦は公正を期するためにも協力してほしいものだよ、よろしく頼む、では頑張ってくれたまえ、ね、結構厳密なんですね、ルールはちゃんとある、この辺のルールがしっかりしているところが焼き付くのいいところ、誰がいいかな、こんなところで迷ってるわけじゃないね、上からこう、今画面見てない、ここで行く、あんまりイマイチな人になっちゃう、イマイチってなんだよ、紫色の髪ってなんかあの引っ越すよ、紫の色の髪ってなんかおばあさんを思い浮かべてしまう、広島県本拠地はいつもここから、いつもここから俺の故郷、アザラシさんの故郷、コウヌ郡ですね、コウヌ郡、上下町で上下ですね、いつもここから、でも清宮っつってんだから北海道に強かったか、北海道に強かったか、何やってんだ俺バカか、北海道札幌に強かった、もう戻れんわな、もう戻れんな、
いや、清宮ですね。清宮のバッティングフォームはどうなってんだ。バッティングフォームとかもちょっとあれしないとダメだぞ。こう。なーに、ちょっと、これだ。これを参考にしよう。これを参考にしよう。ポジションは、ファーストでいいんだよな。一塁線だよな。で、左打ちで、右投げ左打ちでいいんかな。左投げ左打ち、ちょっと待って、ここちょっと大事だぞ。ここちょっと大事だぞ。ちょっと待って。もう、ウィキペディア。でも分かるわ。一応分かるな。右投げ左打ち、内野手。右投げ左打ち。左打ち。あれ？左打ちだけでいいんか？左投げ左打ちとかいいんか？これ見る限り、若干広めのスタンスから、オープンに近いのかな。このこうだから若干オープン気味、鳥谷風のフォームって感じかな。鳥谷風のフォームって言って、ここまでは開いてないよな。もしもこれあれだったらもう一回取り直すわ。クラウチングってほどじゃないな。スクエア違うな。ここまでオープンじゃない。ここまでオープンじゃない。クローズドじゃないし、クラウチングでもないし、あ、難しいな。ないな、正直。これだな、オープン1にしよう。特徴、もう即戦力以外はもうダメだから。役付くにおいて、1年目から活躍させようと思ったら即戦力以外ないからね。それはもうしょうがない。さあ、やるぞ、おすすめ。ペペン。てって、岩本いるか。ちょっとエリットしよう。もう、ウィルソン、いけると思うかな。まだいけると思うかな。高いな、アビーさん。なんとか、年俸そんなきついか。中村外して、片岡が高すぎるでしょう。1億3000万。田中幸本当は言いたいけどな。もう年が年なんだよ、この時点で。田中健介使うわ。そしたらならショート田中健介。うわー、でも奈良原いいな。投手も少な、下柳は当然。でも岩本、ガンちゃん使うわ。ネタのためにガンちゃん入れるわ。うわー、難しい。なんかお金全然ないな。安くていい選手みたいなのがあんまりいない。矢野も欲しいぞ。原田健二欲しい。これでもお金ないもんな。待てよ、金ほんとないな。これはもう英断ですね。片岡切るわ。片岡の代わりに森本サードに置いて、なんとかやっていく。飛距離を置いていくぐらいしかないな。サードがちょっと手薄すぎて怖いわ。野口だな。まあキャッチャー野口話だな。これはやっぱいいよ、この時点で。やっぱりこれでお金に余裕、余力があるから、守備戦としていで、ウィルソン、あともうちょっとお金が欲しい。まあこのぐらいの外人ならいらんか。なら上田を、藤島もバッティングも良かった気がする。さて、開くね。
とピッチャーが手薄すぎる気がするんよ。でもキャッチャー小笠原に行くか。もうた、まあ、でも5200万ぐらいやったら別に追ってもらっても構わんのよっていう感じ。ちょっとピッチャー陣が手薄すぎる。うん、しょぼいな。いらんな、正直な。ピンチ D。5700万。なんか、なんとかならんか。36歳。この辺の選手になってくると知らんからな、正直な。このピッチャーは悪くない。今関と読むかな、知らん。ハムファンって言ってんのに知らない選手がいる。で、田口捕まえといて、これトレード用意にしろ。よし、オッケー、決定。はい、ということでね、まだちょっとまだ時間あるな。下柳は、マリーンズで縛ろって、まあ、この辺の挙手とか見てもしゃあない。田中幸雄、近鉄、片岡、オレックス。ちょっと強敵が、強、ちゃんとした選手がなんか、欲しい選手が、パ・リーグに移っちゃっても、出てくるね、敵として。さあ、1月、でもこれ1月になったらさ、まあいいや、ここまでにします。1月になったら1月に動画上げようかなって考えてる。だからその清宮の成長とともにこの動画を、1年間かけてゆっくり上げていこうかななんてことを考えておりますね。もうね、いろいろ語りたいことあるハムについてはいろいろとね、昨日の間にさ、正捕手の大野翔太がさ、大野翔太すごい、俺すごい好きで大野が、入団する前からね、割と目つけててね、このキャッチャーいいぞと、キャッチングいいぞと思ってずっとその大野中だったんだけど、その大野がさ、いやー、中日に FA ですよ。これは語りたいんだけど、もう尺がねえな。1月になったら、まだ1月になったで、おそらくね、まあ、もう大谷のエンジェルスも決まったけどもね、カムリについての話題もあるだろうから、その辺のことはもう熱く語っていくということで、清宮がどういう風にね、キャンプを過ごし、オープン戦に出て、そして公式戦ではどのような活躍を残すのかということをね、成績を残すのかということをね、一緒にね、楽しんでいけたらいいんじゃないかなと、ね、リアルタイムな実況をしていきたい、動画を上げていきたいと思っておりますね。1年の清宮の記憶をね、動画とともに残していこう。実況プレイ動画として残していこうと思っております。ということで、まあ、ひとまずここまでにします。1月になったらまた上がるかもしれないし、上がらないかもしれない。上がるね。1月になったら上げますのでね、楽しみにしておいていただいて、ね。いきましょう。